仮面ライダークウガの敵怪人グロンギの一人バラのタトゥーの女ことラ・バルバでゲゲルの管理役を担う高位のグロンギであり、警察からは未確認生命体 B 群1号と呼ばれていました。バラの能力を持ち、作中では怪人体に変化することはなかったものの、ゴーマを折檻する場面などでその力の一端を見せています。現代への順応も早く、ゲゲルの進行に沿ってだんだんとリントに近い服装に変わっていったのは印象的でしたね。ここではリントの言葉で話せをはじめ、前編通じて多くの名言を生んでおり、一条さんとの因縁や謎を残したまま海中に没するラストは話題になりました。小説版では生存が明かされ、再び暗躍しています。演じた七森美恵さんはレースクイーンやミニスカポリスとしても名を馳せ、本作では彼女の演技から生まれる神秘的な空気により徐々に重要な役へと設定が変わっていったとのこと。4年後にはデカレンジャーにもリサティーゲル役で出演しています。現在は芸能界を引退されていますが、近年でも空画関連のイベントや高寺さんのラジオなどでファンに元気な姿を見せてくれていますね。